カメハメハ。カメハメハとは、鳥山明の漫画、ドラゴンボールに登場する架空の技である。カメ仙人が編み出した、体内の潜在エネルギーを凝縮させて一気に放出させる技。孫悟空の得意技であり、作品を代表する技の一つである。カメ仙人によれば、この技を得得するには50年の修行が必要とされるが、悟空は威力こそ大きく劣る者ののよう見真似で放った。 やがてやむっちゃやくるりん、孫サトルハン、孫サトルテンといった多くの戦士たちも使い手となった、その他の使い手は主な使い手参照。本編での初披露は、亀千人の亀羽め派。似て亀千人がフライパンさんの火事を消すために放ったものであり、攻撃にとしてではなかった。なお、この際に火事は消えたものの、亀千人が張り切りすぎたため同時にフライパンさんも吹き飛んだ。 名前の由来は、ハワイ王国のカメハメハ大王から、鳥山が技の名前を考えていたとき、鳥山の妻である三上なじが提案したものを、バカバカしくてカメ仙人らしいと採用した。掛け声は間違っていたり、発しなくても打つことはできる。忙しいときは、波、だけのときも、口述の通り発射後の射角変更が可能だが、 基本的には対象に向けて一直線に放つビームとしての性質をつ。足を大きく広げ腰を落とす方が基本だが、両手を使わず片手だけ、手の代わりに足からでもカメハメハを打つことができ、第23回展開一部同会で孫悟空が足でカメハメハを放った際には技を編み出したカメ千人も驚いていた。また、上記の構えでなくても、 カメハメ派とされている技もある。熟練すると、発射した気候波を自分の意志で曲げることができるようになる。込める気の度合いにより、段階的に威力の大きさが示されたり、前述の足から放った場合のように応用技、変形技が多いのも特徴の一つである。鶴川流のドドン波など、同様の原理の技は作中に多数登場。このことから、 カメハメハはカメ川留独自の方による数ある気候派放出法の一つといった位置づけにある。ゲーム、超ドラゴンボール Z では通常はカメハメハを使用できないキャラクターにも得得させることができる。ギャリック法というカメハメハと原理は同じ技の使用者。カメハメハという名称は原作では使用しないがゲームオリジナルストーリーなどで使用される場合がある。原作で 名前がついているのはカメハメハ最大出力、カメハメハがし、超カメハメハのみ。名称はほとんどゲーム作品からとなる。同一の技でも媒体によって、名前が異なるものがあるため、その場合は平気する。同様の技などが、別物、それぞれ、技なの倍数の境王券を使った状態での、カメハメハ。原作のセルセンでも使用された親子カメハメハ以外は、 アニメゲームオリジナル技。牛魔王は、亀仙人の弟子の中で唯一亀メハメハが使えない。これについて、鳥山は、牛魔王は、技より力のタイプ。それに実力がちょっと伴わなかったためでしょうと、答えている。天津藩は気合で亀メハメハを跳ね返したことがあり、大将に関わらず、亀メハメハ自体が通用しないと亀仙人に、語られている。作中では、 やむちゃのカメハメハを跳ね返している。アニメ、ドラゴンボール最初期の放送に挟まれたコマーシャル、ドラゴンボールソーセージでは、悟空が短く、カメハメハ、と叫んで、ポーズを取ると、ソーセージのおまけである小型キャラクー人形が、数多く放射状に飛び出すという演出があった。日本国外での人気を受けて、ニュージーランドの首都ウェリントンの TSB バンクアリーナで、 開催されている SF とコミックの祭典、アルマゲドンパルクカルチャーエキスポでは2001年からカメハメハコンテストが毎年開催されている。参加者が実際にカメハメハを出しているかのようなパフォーマンスをし、それを競う大会である。中国5番、香港、台湾、中国大陸の3つのバージョンではカメハ機構と訳されており、漫画版では文字数の違いから コマの中の文字の配列が困難となっていた。あとは人気衝撃波とのわけもあが、韓国ではエネルギー波となっており、カメハメ波と文字数が合っている。写真撮影でカズトがカメハメ波を出すポーズをとり、他の人がジャンプをしながらその衝撃を受けて吹っ飛ぶようなポーズをし、その瞬間をとるジョーク写真が2013年頃から SNS などを 通流行し始めた。遠くの相手に衝撃波でダメージを与える架空の超能力技の名前を取っており、カメハメハカメハメハ以外にも類似の魔漢工殺法、波動拳など様々な呼び名で呼ばれる。どれが最初であるかも、判然としないし、ポーズもそれぞれの原作描写に完全に忠実で、あるとは限らない。技を出す人を中心にし、 周囲が吹っ飛ぶ役を担当すれば変わった集合写真のやり方にもなることで人気が高まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。